ワルシャワのフソ社セーモ門フソは、ポーランドの自動車製造企業。正式名称は、ファブリカサマッコードアセボウイッチ。本拠地はワルシャワ。フソワルシャーを製造している工場。フソは、1951年に、ポーランド統一労働者等の政府によって、ワルシャワ市内のビスワ川道岸にある、ジェラニー地区に工場が設立された。 フソが最初に製造したモデルは、ソ連のギャス社が設計したギャス M20 ポベーダをライセンス製造したフソアルシャワであった。1953年、フソの社内チームは次のモデルとして、小型でより一般的な自動車の開発作業に着手し、1957年には、直列に気筒排気量 746cc のに、ストロークエンジンを搭載したフソシレーナを市場に導入した。シレーナは、 その設計による全くの独自開発モデルであり、2ストロークエンジンのまま1665年から 842cc の直列3気筒に変更、1972年に FSM 社へ生産移管され、1983年まで製造され続けた、ポルスキフィアット 125P を製造している工場1965年、ポーランド政府は イタリアの自動車製造企業であるフィアット社とライセンス契約を結び、ポルスキフィアットというブランド名を冠して、フィアット社の自動車モデルをフソが製造することで合意した。特にフィアット125は製造開始から10年以上立ち時代遅れとなっていたフソワルシャワの後続モデルとして製造されることとなり、1967年にポルスキフィアット 125P と呼ばれるモデルが誕生した。 125P は、フィアット 125P として、しばらくの間輸出され、フィアット1300、1500のライセンス、協定執行後は、フソ1300、1500として製造された。125P は、ステーションワゴニや、ピックアップトラックの派生車も製造されたが、同時に、ワルシャワも1973年まで製造されていた。1978年、 フソはフソ1500の最新設計を元にして5ドアのコンパクトカーであるフソポロネーズを新モデルとして導入した。ポロネーズは当初1500とその派生者の代替として登場したが実際には1500の製造は1991年まで続きその間に両社とも数回にわたってモデルチェンジが行われた。またポロネーズは 125P と同様に 複数ブランドで複数の海外市場に対し輸出が行われた。ポルスキフィアット 125P は1991年6月26日まで生産され、合計で1445,689台が製造された。それまでの間に、このモデルはマイナーモデルチェンジのみで製造開始から24年、設計されてからは実質的に30年が経過していた。 デイウ・フソ、マティスのリアブ1989年のポーランド民主化による社会の構造的な変化を受け、ポーランド政府は国際的な自動車メーカーの中から適切な提携先を一社見つけることでフソを民営化しようとした。しかし、数多くの試みと交渉にもかかわらず、フソは何年間も提携先を見つけることができなかった。自動車の完全な現地製造に対する投機は、 1993年にオペル・アストラの組み立てに関する協定に調印したことで1994年にゼネラル・モーターズが最初に行った。しかし翌年には GM とポーランド政府との思惑の違いが表面化し同年にポーランド政府は新たな提携先として韓国の自動車メーカーである大宇自動車を選びフソはその子会社となった。それに伴いフソは 社名を、デイウフソに変更した。当初、ダイウは、ダイブネクシアやダイブエスペロ等のモデルを組み立てるために、フソを利用した。しかし、1997年からは、フソにおけるダイブラノス、ダイブヌビラ、ダイブレガンツァの現地製造を開始し、1998年には、国内の新車販売台数で二位に躍進した。ついで、1999年には、 だいぶ、マティスの現地製造を開始し、同時に他の最新式のダイブ車の組み立ても行った。だが、ポーランド製の部品装着率が目標を達成できず、装着率を偽って EU 諸国へ輸出したため、EU から幾度かの警告を受けた。一方で、ポロネーズの生産も継続され、モデルチェンジにより新しい車体が用いられた。しかし、需要の減少を受け、 クソは2002年にポロネーズの生産を終了せざるを得なくなった。また、その間に GM はグリビツェの経済特区に自前の工場を建設し、1998年からオペルアストラの製造を開始した。それによりクソにおける GM の製造ラインは、 特定市場向けのオペルベクトラが1995年までの短期間製造されただけで完全な創業停止となり、同時にフソと GM の関係も終わりを迎えた。ダイウ自動車倒産後もフソは、マティスとラノスの製造、販売を続ける。その後、かつてのパートナーだった GM 及び GM ダイウとの協業が委託生産という形で復活する。2007年から、 シボレー・やベオセダン、翌2008年から、同ハッチバックの生産を開始し、欧州市場に供給している。ありがとうございます。